こんにちは。今日の実況を担当いたします西岡明彦です。今日オールドトラフォードで行われる試合の模様は、解説席に堀池拓実さんをお迎えしてお送りします。堀池さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日の試合はマンチェスターユナイテッド対ウエストハムユナイテッドのカードです。前半開始です。マンチェスターユナイテッドのキックオフで試合が開始します。ここでシュート、ボールはまだ生きています。ナイスシュート、ゴール決まった。中盤の組み立てが見事ですね。シュートも素晴らしかった。うまく取り組みました。ナイスセーブでしたが、相手の前に弾いてしまいましたね。こちらのカメラからの映像です。試合はユナイテッドリードの状態、ぶつかり合っています。中盤でボールをカットしました。このパスはカットされます。この動きがサラテです。ケビン・ノーラン、強い、体をうまく使います。ボールを取った。ネイマールが絡んでいきます。タッチを割ります。ユナイテッドのスローインです。この動きがサラテです。ゴディン、隅に押し込みました。今日はもう完全に乗っています。こんな動きをされちゃうとディフェンスはもうどうしようもありませんよ。別のアングルからご覧ください。ルーニーがプレーに絡んでくる。どうなる？コーナーです。ヘッドでのシュート、このプレーはオフサイドです。タイミングとしてはいいタイミングですね。あとちょっとですよ。
ネイマールが絡んでいきます。止まりません。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。チーム力の差が味方のポジションを確認しています。ゴールシーンをもう一度ご覧ください。お気に入ったようなシュートが右端へ、ボックス内からですね。打った、ボールを蹴り出したい。結局ここまでずっと一方的な内容で試合が続いています。味方もうまく使いたい。ここで抜けたのは大きい。ルーニーがいます。素晴らしいヘディング。さらに追加点、勝利により近づきます。近づきましたね。これでもう決まりでしょう。あれをヘディングで決めてきますからね。強いですよ。試合も終盤に差し掛かりましたが、厳しい展開になっています。サポーターも勝ち試合は疑わないでしょうが、この運びは期待以上の展開ですね。ちょっと力の差が出てしまいましたね。スコアにも反映されています。ゴディン、サイドを変えました。サミー・ケディア、ルーニー、入るか。あ、これは確実に1点ものというシュートはキーパーのビッグセーブ。ルーニー、これはつらい。このシュートは決まりません。ケディア、いいクロスを入れたい。前方に運びました。ここで試合終了です。快勝と惨敗、極端な内容になってしまいました。いかがでしたでしょうか、堀池さん。ここまでチーム力に差があるとは思ってなかったんですけどね。一方的でした。実況は西岡明彦、解説は堀池匠さんでお送りいたしました。では皆さん、さようなら。決まった、ユナイテッド。
チェスターユナイテッド。過去のこうした大会から分かるのは、グループステージ第3戦はチームの命運を決めるゲームだということです。大切なゲームです。そうですね、ここの勝ち点3は非常に大きな意味を持ちますよ。本日の試合はマンチェスターユナイテッド対インテルのカードです。レフリーはジャン・ラバーさんです。さあ、前半開始です。インテルのキックオフで試合が開始します。これを迎えます。コナタン、中央にフリーの選手がいる。サイドに展開されましたが、ここでカット。フレディ・グアリン、ジョナタン、インテルのコーナーキック。このチャンスを生かしたい。監督はシーズンを通してこの調子をキープできる自信はあるようです。今季を面白くしてくれる選手になることは間違いないでしょう。ロビン・ファン・ペルシー、ネイマールがいます。シュート、ゴール、マンチェスター・ユナイテッド。このシュートは1本目ですよ。こちらのカメラからの映像です。サイドチェンジ、ネイマールが絡んでいきます。ディマリアが行きます。ここでシュート、ゴールが決まった。マンチェスターユナイテッドが鮮やか
ました。最初のセーブは見事でしたが、相手のこぼれ球への反応が早かったですね。違うアングルから見てみましょう。長友佑都、中央に味方がいる。ボールはどうだ。狙っていった。ポストのわずか外です。ラファエル・ダシウバ、サイドへ展開。ポール・ポグバ、綺麗にボールが走っています。綺麗なタックルです。パラシオ、インテルがフリーキックを獲得しました。 EA スポーツがお送りするバークレーズプレミアリーグ、マンチェスターユナイテッドが次に対戦するのはスパーズです。どちらも相手にとって不足はない。これは見逃さないゲームになるでしょう。ポール・ポグバ、ロビン・ファン・ペルシー、これはいいぞ。ここで打つ。すごいカーブです。決めてきましたね。堀池さん、丁寧に打ちましたね。この角度からも見ましょう。かなり一方的。ボールが中盤でカットされました。ここにいるのはネイマー。打ってきた。バーに当たってゴール。これで今日2ゴール。最初のゴールが自信になったのでしょうか。動きがいいですね。ゴールが決まってホッとしたんじゃないですかね。こちらのカメラからの映像です。試合となってしまいました。原後半キックオフ、ユナイテッドのリードで後半が開始します。パウエ、ここにいるのはネイマー。主審がペナルティースポットを指差します。 PK です。 PK です。文句なしの PK です。しかしラッキーなことに退場にはなりませんでした。本当にラッキーですよ。決めました。落ち着いていましたね。ペナルティのチャンスをしっかり生かしました。見事に決めました。非常に落ち着いて蹴った PK でしたね。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。この展開を誰が予想したでしょうか。いいタックルだ。ボールをキープしました。タックルを受けています。チャンスになりそう。
決めに来た、ゴール決まりました。別のアングルからご覧ください。オスカーが欠かせない存在です、ヘルナネス。試合終了のホイッスルです。今日の試合このようなスコアになってしまいましたが、どのあたりに原因があったと思われますか？試合の入り方が良くなかったですよね。最後まで調子を出せなかったですよ。今日の試合の実況は私西岡と、解説は堀池拓さんでお送りいたしました。ではごきげんよう、さようなら。ポグバ、決まった、ユナイテッド。ゴール、マンチェスターユナイテッド。決めた、インテル。